サーファーだった父の影響でサーフィンに出会い、18歳で高知県人初のプロサーファーとなった一人の男性。長きにわたってサーフィン界の第一線で活躍するとともに、高知の海の素晴らしさを多くの人に伝えています。まあ、小学校の時からもうサーフィン始めて、もう早くプロになりたい、10代でプロになりたいっていう一応目標を持ってやってましたね、10代の時は。高知の海の魅力はね、やっぱり河口ですね。写真や映像で見るようなね、あのチューブっていうんですけど、チューブの波が立ちやすいのが特徴で、チューブライディングっていうんですけど、その時とかはもうやばいっす、もう一体感がもうアドレナリン出まくりで、もうサーフィンにハマった人じゃないとこの感覚は絶対わからんと思います、はい、ただでもそこは河口っていうのはめったにそういう波が立つわけじゃない、普段は全然サーフィンできなかったり、様々な条件が揃って初めてできるっていう、そういうなんか面白さもあるっす。現在は長年の経験と知識を生かし、サーフィンスクールを経営。プロの視点でサーフィンの魅力、また海の素晴らしさを伝えています。まあ、東京オリンピックのね、サーフィン正式種目に選ばれてますし、日本国内でも今まで以上にもっとサーフィンというものが、スポーツ、プロスポーツとして競技としてね、認められて、一般の方にもちょっとでもサーフィンの魅力とか、楽しさ、それから競技としてのそのルール、そういうのを、まあ、日々僕らもそのサーフィンスクールとかを通して、そういったことをまだサーフィンね、やったことない方にも分かってもらえるように、まあ、プロとしてそういう活動もしていかないといけないなって、まあ、なんかそれがなんか使命のようにもちょっと感じてます、はい。海と日本。